ちは、進藤です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ゲストを迎えましてスーツのお話をということで、私が前職でお仕事をしてた時にご一緒に仕事させていただいた桜井達也さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、桜井と申します。今回もちょっとお呼びいただいたので、スーツの生地選びですかね、楽しみに参りました。よろしくお願いいたします。桜井さんのことをご紹介すると、ストラスブルゴというですね、日本を代表するセレクトショップがありまして、はい、そちらの方で長くお仕事させていただいたんですけど、桜井さんの方は東京のウォッチレパブリックという、はい、時計店で、はい、ね、まあ、高級時計を扱うお仕事をされてます。で、例に漏れず洋服も時計も好きなので、お客様といろいろお話をされた経験があるので、その経験に基づいてこういうスーツがいいんじゃないかというですね、桜井さんのちゃんと経験に基づいたちゃんとしたスーツ選びというのをですね、今回やってみようと。で、あとスーツを着るときに時計って結構皆さん、お客様も気にされるじゃないですか、はい、ヴィンテージウォッチも今お扱いになられてるんですよね、はい、現行品に合わせてヴィンテージも注力して、そうですね、はい、展開してます。ウォッチレパブリックヴィンテージということで、はい、インスタグラムのサイトもありますので、すごく素敵な時計があるので、サイトの方は下に載せておきますので、興味ある方はそちらから、はい、それよりも今日持ってきていただいたウォッチロール、これね、もしかしたら25年前に僕が売ったやつかもしらんっていう。いや、僕もそれさっき聞いてびっくりしました。まさかの話なんですけど、僕グッチのアウトレットで少しだけ働いてたことがあって、はい、これなんか見覚えあるなっていうのを思ってて、パッて見たらグッチでアウトレットの刻印をしてあるんですよね、はいはいはい、でクロコダイルのこういう製品がグッチのアウトレット開いたばっかりの頃って、はい、結構こうそのヴィンテージと言われるものが、まあ、当時のヴィンテージだから多分60年代か70年代とかのやつが倉庫の奥に眠ってたやつだと思うんですよ、はい、それが出てきて、その中にこれあった記憶があるんですよ。これ多分その時に売ったやつやね、これ。巡り巡って、販売した販売員さんに戻ってきたってことですか、はい、スーツ、はい、まあ、特に普通にお仕事をされる方のスーツ選びって、はい、どういう生地を例えばおすすめすることが多いんですか。どういうのを選んだらいいとかっていうのあると思うんですけど、分からない方もいらっしゃると思うし、そうですね、僕やっぱり前職の時はストライプとか、あえて無地じゃないキャッチーな生地のものを選びがちだったんですけど、今一回洋服の販売から離れると、無地もしくは無地に近いものの方がネクタイとかシャツでいろいろこうアレンジできるのかなっていうので、うん、好みは変わったと思います。意外と洋服屋さん側のアプローチから言うと、はい、やっぱり柄だったり面白いものだったり、うん、新しいものを提案しようとするんですけど、してもなりますね。結局お客様選ばれるものって結構オーソドックスなもの、はい、っていうので、僕もちょっと引いた目で見始めたら、はい、同じようなことを思い出して、はい、お客様に言われるのは そんな派手なの着いひんよっていうようなことを言われるじゃないですか、はい、言いながらストライプ着てはるけど、はい、いや、これは進藤さん絶対今日無地業目地だろうなと思って。いやいや、もちろんねあえてストライプで聞きましたけど、うちバンチじゃなくて、はいはい、肩にかけれる生地で用意してるので、それすごい楽しみにしてました。今までやっぱりバンチでご提案する機会が多かったので、はい、昔のテーラーさんみたいに500着分ぐらいうち生地を持っていて肩にかけていただいて見ていただく、はい、だからバンチとかブックだとやっぱり色が明るすぎたとか柄が強すぎたとか、うん、思ったら明るかったやみたいなことがあるじゃないですか、はいはい、多分これだとほぼない、肩にかけてみれるから。そうですよね、こうバサッとかけて、はい、ちょっと一度桜井さん選んでいただければと思います、はい、ちょっと今選んできます。せっかくなんで、はい、どういう時計をスーツにしたらいいのかっていうのは、はい、紹介してほしいと思ってたんで、はい、時計をもう前もって持ってきていただいてるんですけども、はい、このスーツに、はい、で言いながらこれ、桜井さん、これさっき柄がとか言いながら、柄やん、無地とか言いながら、思いっきり柄やん。いきなりチェック持ってきちゃったんですけど、はい、でも僕これすごい本当に欲しいなと思ったのが、今までストライプとかチェックに着慣れてたんで、いきなり無地ってちょっと寂しい気もしちゃうんですよね、はいはい、でもこれって一見無地で、まあ、シャドーグレーンチェックっていうんですかね、はいはい、いや、これはなんかそのこれいいよね、品があって、いや、これ本当に僕は探してた、これでもしグレーとかあったらいいな、グレーがあったらグレーも欲しいぐらいで、これいいっすよね、はい、張りもあって、そうですね、シャリ感っていうんですかね、肌離れがいいというか、シャリシャリしてるから気持ちいいですよね、はいはい、通気性もいいし、はい、でもなんといってもやっぱ柄ですね。ネクタイもこれ意外と合わせやすいと思います、まあ、もちろん無地は絶対に合うんですけど、ブラックとブルーが薄く入ってる感じですもんね、はい、ブルーにブルーじゃなくてブラックで入ってるから余計そうなんですね、はい、深みがあるというか合わせやすいかなと思います。これ
で、はい、合う時計もあると思うと思うんですけども、はい、これはやっぱり少し柄として遊びがあるので、はい、王道の時計の方がいいのかなと思うんで、こういったシルバーのケース、シルバーのフェイス、これはステンレスのカラトラ版、カラトラ版パテックフリップ96番、はい、まあ、これ前から新藤さんいいないいなっておっしゃってた。でもあのスーツの時の時計って元を正せばこういう薄型のドレスウォッチをするのが正当じゃないですか、はいはい、でダイバーズしたりクロノグラフしたりっていうのが外しで出てきたけれども、はい、今はなんかそっちがノーマルになってるけども、はい、メタルブレスのものよりはどちらかって言ったらレザーストラップの薄型っていうのが本ちゃんの、はい、ですよね、はい、あんま新藤さんのところでもああいう時計のベルトいっぱい取り扱われてますけど、はい、革ベルトやっぱりいいなと思うんですよ ね。それはいいですよ、はい、ここでもちろんメタルブレスの時計するのは合うはずなんですけど、あえて王道のこういう感じでね、はい、あなるほど、このステンレスの感じと品が良くて、はい、こういうちょっとシンプルなフェイスのものをスーツの生地で遊び心がある分、時計はがシンプルで、はい、なるほどなと思いました。なるほど、はい、じゃあ、はい、次これはネイビーのバーズアイですね。無地やけども、はい、ちょっと折り柄があるっていうタイプですよね、はい、これもさっきのグレンチェックと共通するんですけど、柄物に慣れてたんで少しだけ生地に表情が欲しくて、はいはい、でも安心感があるっていうので、僕実はバーズアイのスーツって着たことなくて今まで。こういうオーソドックスなやつって、はい、改めて見直すと、はい、やっぱ正当のスーツ選びって多分こういうことだと思うんですよ、はい、もちろんすごくこうベタの無地があってハケ目があってなんとかってあるけど、うん、普通のやつがずっと続いてきた理由って、はい、最終的にはこれが一番かっこいいっていうことになる、ね、なるんですよね、はい、安心感があるけどちょっと洒落てるっていうのが大事かなと思います、はいはいはい、ビジネスでお召しになるわけやから相手に対する信頼感を与えたり、うん、自分の誠実さを表現するために使ったりっていうところで、うん、あとはパリッとしてるように見えるっていうところもあると思うので、はい、あとそのさっきバンチじゃなくてタンで置いてあるっていうので、はい、僕今までバーズアイ着たことなかったので肩から当てられるとあいいじゃんって。あそうですね、だからまあこういうふうに広げて、はい、肩からかけて、はい、鏡で見るというようなことができるので、はい、明るすぎるとか暗すぎるとかそっちのトーンもやっぱりこれ分かるから、バンチだとちょっと分からないですよね。そこまでは分かんないんですよね。買っていただいたお客様に満足度ができるだけ高いサービスをということで、はい、こういうふうに生地を揃えてるっていうのと、はい、バンチだとね良くない生地もあるじゃないですか、こう言うとあれやけど、それ世界中のマーケットに向けて、ね、あの趣向の違う国の人にも売らないとダメなバンチを、はい、選ぶから、はい、これいけてないやろっていう記事いっぱいあるじゃないですか、はい、あの決してバンチが悪いって言ってるわけじゃないんですけれども、 それは国とか使う思考が違う人たちに向けて売ってるから、はい、今の日本のマナーとしては良くないみたいなことになるから、うん、バンチはやめて全部一着一着し見て買うみたいなのしてるんですよ、うん、これに合わせとけ、はい、これかな絶対せえへん、めちゃくちゃかっこいいけどねこれ絶対せえへん。これあのクロワゾネの白い虎の入ったダイヤ巻きのパシャ、パシャ、はい、これはね外しとしてはいいと思いますけど、そうですよね、僕すみませんこんななんかもう普通に出してて全然外しで出してた、めちゃくちゃかっこええなこれこれはもう新藤さんに見せたかっただけです。これはむちゃくちゃかっこいい、トラードシー、トラードシー、はい、ちょっと購入検討しますあこれじゃあすみません真面目に、はい、よくイタリアの方でも言われるそのネイビーとブラウンの合わせですね。ブルエマローネ。ブルエマローネ。こういうちょっと焦げ茶のバックルにゴールド、焦げ茶の靴とか合わせてもいいかなと。もちろん黒のベルト、黒の時計、黒の靴でもいいと思うんですけど。あでもいいですよね。こう品がいい感じのドレスウォッチ。これはタンクバスケラの CPCP、はい、イエローゴールド。はい、ここがカチッとなってひっくり返るやつ、はい、そうなんです、ムーブメント見れるんで CPCP なのでいいですね、はい、こういう感じでこれですね。あ今度はグレーのピンヘッド、ピンヘッドです、いいですねこれも。さっきのバーズアイと悩んだんですけど、もう悩むぐらいだったらこれも選ばせてもらおうと思って。なるほど、はい、やっぱこうツヤがあるけども、はい、主張が強すぎない、はい、品のいいグレー、はい、これもさっきの2つと共通するんですけど、無地にはない表情、はい、コーディネートもしやすいし、はい、でもちゃんとその人らしさも出るっていうところ、はい、それは僕もちょっとひねりもあるかな、うん、じゃあ、
これに合わせるとしたら、実は珍しいんですけどバスキュラントのさっきは金無垢ですけど日本まさかのバスキュラントの日本あるんです。これ僕持ってるんですよ。ああそうなんですか。スーツするときにすごい重宝してて、はいはい、だからもう本当にあなるほどさすが桜井さんの合わせっていう感じ でこれベルトもちょっとこう緑がかったネイビーというか、はい、でこれもひっくり返ってこれは裏ムーブメント見えないんですけども、はい、いやもうすごくエレガントでだこういう合わせをしていただいたら僕正当だけどもちょっとひねってるみたいな感じができるから時計屋さんで洋服のこと知見ある方って少ないんですけども桜井さんそのあたり両方ご存知なんでヴィンテージウォッチとも現行時計もスーツのコーディネートと興味ある方はウォッチレパブリックさんの東京行っていただければ桜井さんその辺のところアドバイスしてくださると思いますので僕もよく行かせていただいてるんですけれどもお越しいただいてます、はい、ぜひ一度ウォッチレパブリックさんも行っていただければと思います。桜井さんらしいすごく上品で洒落た感のあるスーツができたあの選べたと思うのでめちゃめちゃ楽しいですね。このいや、はい、これはぜひこういうのを本当見に来ていただければ、はい、あの間違いないスーツ選びができると私は信じてますので、はい、ぜひお客様にこちらに遊びに来ていただければと思います、はい、また来ていいですか。また来てください、はい、ぜひ伺います、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。登録と高評価よろしくお願いいたします。桜井さんのインスタグラムとウォッチレパブリックさん大阪東京ヴィンテージこれすべて、はい載せておきますので、はい、そちらの方から時計に興味ある方はチェックしていただければ素敵な時計があると思います。お値段等は直接お店の方にお問い合わせください。ありがとうございました。ありがとうございました。